前半で、スコアを伸ばすことはできずに、後半も、自分らしくいいプレーできるように頑張ったんですけど、最後の方で、もう少しバーディー取れてたらなって、思うんですけど、4日間悔いなくプレーすることができました。ショットの調子はすごい4日間とも良かったんで、それはしっかり自信にして、あとは少しパッティングのミスが今週は多かったんで、それを修正して、全米オープンに向けて頑張りたいなと思います。